アイヌ語を学んでいる人たちによるアイヌ語弁論大会が千歳市で開かれています。ねえねえ、アリニンニンケポハエア、アリハエウ。このアイヌ語弁論大会イタカンローは今回で23回目を迎えるものです。イタカンローは話しましょうという意味で、アイヌ民族文化財団が主催しているものです。今日は子どもの部、交渉文芸部門、弁論部門の3部門で参加者がアイヌ語でそれぞれの考えや思いを発表しました。大会では各部門ごとに最優秀賞、優秀賞が選ばれ表彰されることになっています。